バッファローウィングは鶏肉の手羽を素揚げにし辛味の強いソースをまぶしたアメリカの料理である。ニューヨーク州のバッファロー発祥でバッファロー住人にはチキンウィングやウィングと呼ばれている。古典的なバッファローウィングにはカイエンペッパーと酢を効かせた辛味と酸味の強いソースと溶かしバターが使用される。伝統的にはブルーチーズドレッシングもしくはランチドレッシングを添えた。 セロリスティックやキャロットと共に出される。揚げた鶏手羽に海塩ペッパー、溶かし、バター、その他の調味料や香辛料を絡めて作る。専用に調合されたホットソースが市販されており、これを用いて作るのが最も手軽だが、家庭で自作することもできる。市販のソースは辛さの段階により、数種類がある。また大抵は手羽肉は衣をつけずに、 大量の熱した油の中に入れるディープフライで揚げるが、グリルやフライパンで薬剤や衣をつけて揚げることも、ある。ソースをまぶす際には、ボールや密封できる容器などを用いて、まんべんなく、ソースが行き渡ったら、オーブンなどで表面を乾燥させる。アメリカにおいては、ハンバーガーや、フライドチキン、ピザなどと並び代表的なファーストフードだが、日本においては、 日常の食事として広く需要されている3品とは、異なり比較的な味味が薄いものの、強い辛さから酒の魚として受け入れられている。バッファローウィングから派生して、継続の揚げ物や、チキンナゲット、フライドチキンなどの鶏料理、エビやピザ、ポテトチップスなどに、バッファローウィングスソースを用いた料理に、バッファローマイナスの名称を用いることもある。ポテトチップの場合、 ブルーチーズドレッシングの味も取り入れられるよりバッファローウィングを食した気分が味わえるようなものも販売されている。バッファローウィングの大食いコンテストも開かれている。調理中のバッファローウィングバッファローウィングの発祥には諸説ある。最も知られている説はテレサベリッシモが夫のフランクと経営していたアンカーバーで大学から夜遅く帰ってきた息子の ドミニクとその友達に手早く簡単な軽食として、通常なら捨てるか、スープ用の鶏手羽をあげて、海塩ペッパーソースの中に入れて出したのが、始まりというものである。その他肉食が解禁となるカトリック教徒のために、テレサが考案した料理を金曜日の夜に出したのが、始まりとするもの、スパゲッティのソースのために、フランクが鶏の背中と首を注文したところを誤って、 届いた手羽を使って、テレサに何か作れないか頼んだのが、きっかけとするものがある。またアンカーバー発祥ではなく、マンボーソースという赤いソースを絡めた、鶏手羽料理が1960年代中頃にすでに、ジョン・ヤングという人物が経営するバッファローのレストランで出されていたとする説もある。ヤングは1970年にバッファローを離れたが、軍裁判所に、自分の店、ジョン・ヤング、 s ウィングス、ings, n シングスを登録している。バッファロー・ウィングが全米で知られるようになったのは1980年代に NBC の Today にテレサが出演し、バッファロー・ウィングを調理したこと、それから通常のフライドチキンが出来上がるまでに20分以上かかるのに対して、テバは短時間で完成することから1970年代以降、需要が高まったことが要因である。 さらに1990年から1993年までスーパーボールにバッファロービルズが4年連続で出場したことがバッファローウィングにも注目が集まる結果になった。同大会試合視聴時定番料理の一つとしてビールと共に食されている。ありがとうございます。